まずは試合の感想からお願いします。完敗ですね。自分のやりたかったことができませんでした。エディが強かったですね。まだ僕がアルバレスに勝つには早かったみたいです。やりたいこととは何だったのかということと、それができなかったのはなぜかということ、僕の間合いに入ったら一発で倒すということをずっと意識して練習してましたけど、それができなかったってことですね。エディの攻撃に僕がミスをしたのか、エディが うまかったというか、その上を行ったのか、ちょっとまだ自分の中で整理できてないですけども、残念ながら僕の刀が抜けなかったですね。それがもうまず敗因です。試合の途中であれってなりましたね。自分の刀が抜けない状態でした。そのあれってなったのは大体試合のいつぐらいですか？もう最初からですね、アルバレスのパンチを食らってしまう。僕は一撃も食らわずに倒したかったんですけども、食らってしまうんですよね。試合の途中で食らってしまってたんで、あれあれっていう状況でした。最初のフルネルソンは相当向こうにもダメージがあったと思うんですけど、あれは？そうですね、僕ちょっとアルバレスの顔が見えなくて、映像でちょっと見てどうなのかなと思ったんですけども、まあ、あそこからこう、フロントチョークみたいに相手をこうやってこう足をクロスして下に入ってガーッと締める手もあったんですけども、まあ、アルバレス選手相手に下になりたくないなっていうのもあったんで、そこでちょっと迷ったというか、どうしようかなっていうのがあって、まあ、結局下になるのを避けて、ああいう状況になりましたね。三日月蹴りもかなり入ってたような気もするんですけど、そんなに足応えなかったですか？足応えあったんですけども、あれは本当になんていうんですかね、自利品だったんですよ。最初のその僕の刀が抜けなかったパンチで倒したかったつか倒せるはずだったんですけど、それがうまくいかなくて、まあ、前蹴りとか三日月蹴りにこう変えたというか、別の引き出しを開けたっていう、まあ、いわば僕が出させられたような状況だったんで、不本意の蹴りでしたね。だからまあ倒すまでも至らなかったですし。このギロチンは相当決まってましたか？やばかったですね。もう落ちる、本当に落ちる寸前のところでなんとか抜けたっていう、ギリギリでした。本当に何度ギブアップしようかと思いました。やっぱその後はあれのダメージが大きくて対応できなかったって感じ？そうですね、血が頭にいってなかったですね。今回の敗北でちょっとライト級戦線からちょっと離脱になってしまうと思うんですけど、心境というのはいかがですか？正直落ち込んではいないです。負けたんで、僕が弱くて負けたんで、なんていうんですかね、資格がなかったってことなんで、資格を取り返すために、取り返すってもともと持ってなかったんで、資格を得るためにまた今から一生懸命アライアンスで頑張ってもう一度取りに行きます。全く落ち込んでる場合も、落ち込んでるレベルじゃないんでね、まだね、上しか見てないです。初めて入ったケージの印象も聞かせてもらえませんか？ケージは僕は好きです。また入りたいですね。外が見えないんですよ。中に入ると集中できて、僕のスタイルとしてはとても合ってるというか、好きな場所ですね。それはリングよりもという意味ですか？そうですね、やっぱり雰囲気っていうのはなんかスポーツじゃない感じがしますよね。だから神経が取り研ぎ澄まされますし、野生というか、なんかこう血がたぎります。ありがとうございます。ありがとうございました。